アメリカシローズルは、ズルモクツルカツル族に分類される鳥類。アメリカ合衆国、カナダカキにウッドバッファロー国立公園で繁殖し、陶器になると、テキサス州へ南下し越冬する。再導入された個体群としてカキは、アイガホ州、陶器は、ニューメキシコ州で越冬する、個体群とフロリダ州に周年生息する、個体群がいる。全長125から160センチメートル。 翼海長200から240センチメートル。体重7.5キログラム。全身は白い羽毛で覆われる。額や目先から時効を覆う羽毛にかけて黒い、筋模様が入る。諸列服や諸列風切りの色彩は黒い。額から頭頂にかけてと、くちばし基部には羽毛がなく赤い皮膚が露出する。交際は黄色。くちばしの色彩は、 肺褐色で先端はアンハ灰色。胞子の色彩は黒い。繁殖地では湿性草原に生息する。渡りの途中では火星や故障、農耕地などにも飛来する。植生は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、魚類、カエル、爬虫類、小型哺乳類、動物の死骸、植物の根、果実、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。 遠征出現で4から5月に1回に2個の卵を産む。放卵期間は34から35日。開発による生息地の破壊、乱獲などにより生息数は激減した。以前はアメリカ合衆国中部でも繁殖し、メキシコでも越冬していたが、現在は確認されている繁殖地、越冬地は共に限られている。アメリカ合衆国、カナダ両政府により、 大規模な保護活動が進められている。2個の卵のうち1つを回収して人口を孵化させたり、カナダゼルに放乱させ飼育下での個体数を増加している。1993年からは人から隔離して成長させた飼育下繁殖個体がフロリダ州に再導入され始め、さらに2000年からはウィスコンシン州でも再導入の試みが進められている。生息数は 増加傾向にあるが、一方で巣立った幼鳥の電線への衝突、越冬地の水質汚染などの問題も発生している。1938年における個体数は14話、1999年における個体数は野生個体265話、飼育個体132話が確認されている。ありがとうございます。